こんにちは。今日免許証を取りに警察署に、行ったんですけど、自転車で12、3分ですかね。今日すごい天気が良くて、いい感じだなと思ってこう行きましてですね、警察署の前に着きましたと。その時にですね、免許証の引き換えに必要な書類があるんですけど、引き換え証みたいなやつ忘れました。もう時間なかったんで今日は戻ってまた明日取りに行くんですけど、あれですね、廊下です。それで明日もう一回行くんですけど、明日もこれ免許証をもらうためのその引き換え券みたいなのがあるんですけど、それを明日も忘れたらですね、もうゲームオーバーです。もう終わりましたね。はい、まあ明日は多分忘れないと思いますけど、頑張ります。で今日はですね、レッスンでですね、裏にアクセントを入れて刻み方、8ビートダウンアップを裏返しにして、そしてスネアを入れてみましょう。その時にですね、今日初めてやった生徒さんなんですけど、普段は8ビート刻む時ダウンアップでやってるわけなんですが、こういう動きに慣れちゃってるんですね。ですのでこれ右手が動きがひっくり返っちゃうと、左手の上げるタイミングが分かんなくなっちゃうんですよ。一瞬どこで上げるのかなみたいな。結局最初はどうしても直前で上げる形になってしまうんですけど、これですね、まずはこれ裏にアクセント入ると右手が邪魔になって左手上げづらいので、まずはですねスネアだけで練習しましょう。スネアでですね、ダウンアップの逆さまやってして左手を入れてみますよ。その時に左手の上がるタイミングを確認してですね、自分でこうならないように直前でわーっつって上げて打つんじゃなくて、ちゃんとその前にタイミング的にはこれ右手振ったら左手上がる感じですね。アクセントを入れた時左手上げて、そうです、最初からハイハットで練習するとですね、まあいいですけど、ハイハットで最初から練習してもゆっくりからやればできるんですが、ここかぶさっちゃうので右手が邪魔になるから、ただでさえ左手上げるタイミング分かんないのにこうかぶさっちゃってるもんですから、もうめちゃめちゃぎこちなくなっちゃうんですね。だからちょっと一個障害を外してですね、右手スネアだけで練習して左手の、上げるタイミングを確認しましょうということで、今日レッスンで行いました。もう一回いきますよ。ここで上げる、上げて、それでじゃあやってみますか、ここ行く前にですね、この感じで今度ちょっとこう手前でもしくはスネアをちょっと前にして、右手が邪魔にならないところに引き寄せてですね、練習、左手の上げるタイミングで、そして通常の位置にしてですねやろうとしたら今度こう当たるんですよ。あれ当たっちゃうみたいな。そこで初めて今度右手を逃がす練習をするといいかなと思いまして、今日はそういう
レッスンをしましたね。あの左手の上げるタイミングが最初ちょっと難関になるので、こう右手逃がすして打つ、打ちつつ左手の上げるタイミングも気をつけつつだと大変なので、まずは右手抜かして障害を1個こっちに置いといて、上げるタイミングちゃんと掴んでから今度、右手ハイハットに持ってって、こう邪魔なのを避けて上に上げて避けて打つ練習をしましょうという形でですね、今日それで、やりまして、生徒さんできましたね。今日初めて裏アクセントだったんですけど、まあ、最初ぎこちなかったんですけど、ゆっくりからあのやったらねできるようになりまして良かったです。あとですね、同じあの話なんですけど、例えば片手16ビート打ってる時、これもですね表はみんなできるんですよ。右手のダウンストロークと一緒ならみんな左手ちゃんと入れられるんですけど、これが16分裏とかになるとみんなあれなんですよね、急にあの左手の上げるタイミングがですね分かんなくなっちゃって、直前で打ってして大体遅れちゃうんですね。で右手とずれちゃってちょっとリズムが不安定になっちゃうというパターンが非常に多いんですけど、その時もですね、あのいきなり右手をハイハットで練習するんじゃなくて、スネアの端っことかリム叩いて左手の上げるタイミング、これを確認してから、まあ、ちょっとできればスネアの位置ずらして、で右手ちょっとこっち寄せて、あの右手が邪魔にならない程度にして練習、こうかぶんないで上げるタイミングを最初気をつけて、それから普通のポジションで練習してみると、ね、少しずつできないところをですね、いきなり全部ガバッとこうひとまとめにして練習するのもいいんですけど、あの一つずつできないものを、あの何ていうの、一個ずつ練習して、それからできないことを増やしていくみたいな、で最終的に完成形で練習、あのそれがいいんじゃないでしょうかと、いうことでした。今日は、裏にアクセントが入る8ビートの話から始まりましたけど、例えば普通の表にアクセントが入る8ビート、これで、8分裏にスネア入れる時も同じです、もあの裏に左手入れるとき結構ぎこちなくなる人多いので、気をつけてやってみてください。裏に、右手を、スネアのリムとかで叩いて上げるタイミングを練習してから、右手をハイハットに持っていったりするとあのとっつきやすくなるので、皆さんぜひ試してみてください。ありがとうございました。